ジャンクロード・オロリッシュは、ルクセンブルク出身のルクセンブルク大司教。2011年10月16日に上海される。日本語メディアにおいて、聖はドイツ語を読みでホレリヒと表記されることもある。ルクセンブルクのディフェルダンジュに生まれ、フィアンデンで育つ。1981年に、ローマの神学大学を卒業して、イエズス会に入会し、1985年に来日する。 上智大学で日本語を学んだ後、1989年からフランクフルト・ミュンヘンでドイツ学を学ぶ。1994年に上智大学外国語学部ドイツ語学科講師に就任し、1999年に同学科助教授、2006年より教授となる。ドイツ語学科長、上智大学カトリックセンター長、同ヨーロッパ研究所所長。 同福学長を歴任する。2011年7月12日、教皇ベネディクト16世により、ルクセンブルク大司教に任命される。同年10月16日、ルクセンブルクのノートルダム大聖堂にて除解され、ルクセンブルク大司教区で3人目の大司教となった。ルクセンブルク語、ドイツ語は、もちろんのこと、英語、フランス語、イタリア語、オランダ語、ラテン語、 そして日本語を自在に操る。ありがとうございます。